待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令院の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもり。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令院の奴らに乱暴。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって。だが、もし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは、君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だが、それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことは、ボスに正直に伝えておいた方がいい。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で。兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ？エルマ、あいついろいろ知ってるみたいだ。おい、